皆さんこんばんは。 総務省消防庁のマイナビ TV ご参加いただきましてありがとうございます今日は消防の仕事についての理解を深めていただくだけではなくてこちらインターンシップ参加前に知って皆様の不安を解消していただきたい女性のためのマナーそして身だしなみ講座をテーマにお届けをさせていただきますでもチャット書き込み皆さんありがとうございますこのようにコミュニケーション取れたらと思っていますので感想はぜひチャットの方に書き込んでくださいお願いします この1時間アシスタントを務めます、大久保さやかです。どうぞ1時間よろしくお願いいたします。 さあ、それでは本編に入る前に、マイナビ TV の機能をご紹介させていただきます。皆さん、出席票の提出、お忘れないようにお願いいたします。オレンジ色のバナーが出てきましたら、そちらから提出が可能です。そして、P 高校さん、m a さん、早川さん、夏木さん、S さん、リコさん、リホさん、チャット書き込み、ありがとうございます。コミュニケーション取れるのがライブの良さだと思ってます。どんどん書き込んでください。そして、後半、質疑応答のお時間もご用意いただきました。 その際には他の方に見られずに送ることのできる質問スペースこちらからピックアップさせていただきますので感想はチャットにご質問は質問スペースにぜひお寄せくださいお待ちしておりますさあそれでは今日のスケジュールをご紹介していきましょうまずは消防という職業について理解を深めていただきますその後皆様が気になっているマナーについて講師の方にお話をいただきましてエンディングと続いていきます さあ、それではこの1時間お話をしてくださる方々ご紹介をさせていただきましょう。皆さんよろしくお願いいたします。 よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いいます制服を着てらっしゃる方もいらっしゃいますが、まずはマナーの講師の方ですね、今日お迎えしております。キャリアアドバイザー、そしてダイバーシティコンサルタントの藤井さんです。藤井さん、自己紹介お願いいたします。はい、はいえー。皆さん、こんばんは、えー。今ご紹介いただきました、キャリアアドバイザーの藤井さわこです。あの、本日は皆様の、えー、ためのマナー見出しなみ講座を、えー、担当とさせていただきます。で日頃、あの、私がお手伝いしている内容なんですが、えー、研修や講演、それから から学生の就活です。とか、あの女性のための社会人ですね。あの皆さんに向けたキャリアカウンセリングなどを行っております。あの今日はあのー、こんなことを。えー 面接の時にあのなんかうまくできなかったらどうしようとかあのいろいろと日頃私も相談乗ってますのでチャットなどでお問い合わせいただけたらお答えできるかと思いますということでよろしくお願いいたしますよろしくお願いします学生はもちろん社会人の方と普段お会いになっているということは社会人がどのようなマナー身だしなみでお仕事されているかみたいなものもご覧になっているわけですもんねそうですねなので学生はどういうことに注意したらいいのか後ほどいろいろ伺いますのでどうぞてくださいよろしくお願いいたします そして消防について教えてくださる方々です今日は三人いらしていただいております皆さんよろしくお願いしますよろししくお願いします。しします制服を着てくださっているお二方が女性消防士の方なんですが後ほど自己紹介いただきますがまずはこの後消防の仕事について教えていただく方にご紹介しましょう総務省消防庁から伏瀬さんです自己紹介お願いします、はい、皆さんこんばんはただいま紹介に預かりました総務省消防庁消防救急課の伏瀬と申します 本日は現役の女性消防士2名にご出演いただき、身だしなみやマナーについて後ほどお話をお伺いいたしますが、その前に私からは消防の組織や職務内容等についてお話をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。やっぱり声が通りますね。ありがとうございます、はい。ではまずは消防という職業、仕事について教えてください。お願いします。はい。はい まず、消防という職業についてですが、消防士は各市町村ごとに採用される地方公務員に分類されます。火災や急病、地震や台風などの大規模災害が発生した際に、私たちの命を助けてくれる。それが消防という職業になります。それでは具体的な組織体制や業務内容を見ていきましょう。まずはこちら、消防の組織体制についてです。 皆さんがよく知っているのは左側の真ん中、こちら消防署。こちら皆さんの街にもあるかと思いますが、その消防署を管轄しているのが消防本部というものになります。市町村が単独、もしくは複数が合同で構成してい、消防本部を構成して設置しておりますが、令和3年4月1日現在、全国に724の消防本部があります。消防士は全国で約 16万7000人ほどおりますが、そのうち約5300人が女性消防士として活躍している現状です。さて、皆さんは消防業務というと何を思い浮かべますでしょうか多くの方が赤い消防車に乗って火を消す消防隊や、怪我をした人や具合が悪い人を病院へ搬送する救急隊など、現場の最前線で活動する業務、こちらをイメージするかと思いますが、 実は消防には様々な業務があります。現在のスライドをご覧ください。こちらはとある消防本部の組織図になります。左側、総務部、予防部、警防部、そして右側、皆さんがよくご存知の消防署と分かれております。皆さんよく知っているのは右側の消防署かと思いますが、消防士として採用されて勤務する可能性があるのは、こちらすべて、総務部、予防部、警防部も含めたすべての部署で勤務する可能性があります。 まずはこの中で多くの職員が携わっている災害対応業務や予防業務について詳細を見ていきましょう。まず左側、災害対応業務です。消防隊や救助隊、こちらは皆さんご存知の通り赤い消防車に乗って火災や救助現場に行き、消火活動、人命救助を行う、そちらの部隊になります。下側、救急隊は白い救急車に乗り、怪我をした人、具合の悪い人のもとへ行き、適切な応急処置を行いながら、 医療機関まで搬送します。救急救命士という資格が生かされるのはこちら救急隊になります。そして左側の一番下、指揮隊。こちらは災害現場において情報を収集し活動方針を決定。各部隊を指揮命令する司令塔となって活動する部隊になります。一概に災害対応といっても、いろんな部隊があり、それぞれが連携して活動しているのがわかります。次に右側、予防業務です。 風邪予防という言葉があるかと思います。こちら、風邪をひく前に手洗いやうがいをして、風邪をひかないようにする。そういったものが風邪予防になりますが、それと同じく火災予防という言葉があります。火災を未然に防ぎ、火災による被害が発生しないようにするための事前に行う業務になります。それでは詳しく見ていきましょう。一番上、消防同意では建物を建てる前に、消防法などの法律に基づいて、 消火器などの消防設備が必要な場所に必要な数きちんと設置されているか書類の確認を行いますそして建物検査ではその書類の通りに消防設備が設置されているか設置されていることを確認し安全な建物作りに努めています火災予防査察真ん中の火災予防査察では建物内の消防設備の維持管理状況の確認や階段や非常口など そちらに障害とななるものが置かかれていないか避難する際の邪魔になっていないかそちらを確認し建物を利用する方々が安全,し安全にそちらを建物を使えるように守っております一番下火災調査こちらは火災を発生してしまった建物などで実況見分などを行い火災に至った原因を究明し同じような火災が起こらないように対策を講じていきます はい、えー、続きまして消防士の働き方勤務体系を見ていきましょう毎日勤務と交代制勤務の2つに大きく分かれていますまずは上側毎日勤務を見ていきますこちら一般的な会社員と同様平日が勤務日土日祝日が休みカレンダー通りの勤務体系となっております主に適用される業務につきましては各消防本部の総務課や予防課消防署の管理指導課などがこちらにあたります 下側、交代制、勤務、こちらは24時間体制で地域住民の安全安心を守っております。こちら、赤字のトームのところが仕事の日で朝,の朝から翌朝までの24時間勤務しておりまして、非番、こちらが明けで帰宅する日、週休がお休みとなります。えー、当直と日勤を組み合わせた上の三部制、またあと当直、非番、当直、非番とそういったものを繰り返す二部制に分かれておりますが、 原則としまして4週間に8日間単純計算1週間にお休みが2日間あるこういった勤務体系となっております詳細は各消防本部によって異なりますがこれは消防隊や救急隊など災害対応業務に従事する職員の勤務体系となっておりますでは実際に近年の女性消防士の数の推移を見ていきましょうスライド上部に 女性消防リーンと記載しておりますが、こちら女性消防士と読み替えていただければと思います。一番左側、平成27年、全国の女性消防士の数は3850人でありましたが、令和3年、こっち令和3年度には5304人と、年々200人から300人弱ずつ増加傾向にあるのがわかります。今後も女性消防士が増加し、活躍のフィールドが増えていくことが予想されます。 こちらは各消防本部消防署の女性専用施設の整備を、整備状況をまとめたものになります。ここでいう女性専用施設というのは、仮眠室やトイレ、更衣室、浴室などを指しております。男性がメインの職場と思われてきましたが、近年の女性消防士の増加に伴い、女性が安心して働けるよう、女性専用施設の整備が年々進んでいる状況になります。 こちらは総務省消防庁のホームページの中にある女性消防理員の活躍推進のためのポータルサイトになります。昨年度大幅にリニューアルを行いまして見,見応えのあるコンテンツを揃えております。右下の丸分かり消防女子については現役の女性消防士にアンケートを取った結果をイラストを交えて公開しておりますのでぜひご覧ください。最後の説明となります。 こちらは消防庁が作成した漫画作品、めぐみの大悟とコラボしたポスターになります。また、右側は現役の女性消防士が出演している、えー、活躍、ムービー、あなたに送るストーリー編、そして下側が消防学校の生活を紹介する動画となっております。これらの他にも女性消防士の活躍がわかるパンフレットなども合わせて、先ほど紹介しましたポータルサイトに掲載しておりますので、ぜひご覧ください。 えポスターに関しポスター動画に関しましては今年度も現役女性消防士をモデルに起用したものを作成しております12月中に公開を予定しておりますので楽しみにしていてくださいそれでは私からの説明は以上になります消防の業務についてまたは女性消防士の活躍についてご理解いただけましたでしょうか はい福瀬さんありがとうございましたなんかアニメとコラボしたりいろいろねそうですね、えー、しかも女性消防士の方も増えてきているというところでお話の最中に、はい、あの先ほど消防本部でいろいろな部署があってというお話があったかと思うんですが <S,、はい、<S, S さんが配属の希望って出せるんですかこれまでどういった部署で働きたいみたいなことって事前にお伝えされてるんですかこれまでのこと、えー、そうですね、まあ、配属の希望を出せる本部もあるんですけれども、えー、やっぱり全部が全部叶うかは分からないんですけれども、うんえー 本部によっては、まあ、年度末に、えー、希望を書いて、その希望を。<laughs> その上の人事の方々が考慮して人事配置を行っておりますそうなんですねありがとうございます、はい、引き続き何かご質問があれば質問スペースの方に感想はチャットの方にお寄せくださいお待ちしていますさあではここからは今日はね制服を着てらっしゃるお二方映っていますけれども実際に活躍されています現役の女性消防士の方お二方お迎えしてお話を聞いていきますでは改めて野呂さんと奥寺さんですお二人よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますよろしくお願いします,ししますではお一方ずつお話を聞いていきます ますね。まずは野呂さんから自己紹介お願いします。はい、ええー、津市消防本部の野呂瞳と,と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。 えっと、私は平成17年4月に、えー、消防本部の方に採用されました。で例年採用後はすぐにあの消防学校の方に入校するんですけれども、えー、ちょうど市町村合併の時期が重なったことから、えー、1年間消防署で勤務してから翌年4月に消防学校の方に入校しました。でえー、8ヶ月の、えー、教育を終了して、その後また消防署に配属されまして、 警防業務とか救急業務というのに従事しておりましたで、えー、5年間ほど消防署で勤務していたところで、えー、第一子妊娠しまして、えー、すぐにあの日勤の方に移動させていただいて3、えー、前休暇を取得するまでずっと日勤をさせていただきましたで産後は産休育休っていうのを計1年間取得させてもらってえー、と 自分産んだ子供の,その誕生日ちょうど1歳になる誕生日の時に、えー、職場復帰をしました。<ー>で、えー、そこから少しだけまた日勤をしてで、えー、現場に戻ったんですけれどもまたすぐに第2子を妊娠ということで<ー>また再び戻りまして日勤の方に移動させていただいてで、えー、また産休育休を経てで、えー、復職しました。で えー、しばらく現場でまた活,活動させていただいて、で、えっ、ー、と、令和2年にまた第3子ということで妊娠をしまして、えー、同じようにまた日勤して、で、今、えー、現場に戻、一回現場に戻ってから、えー、消防救急課っていう、えー、消防本部ですね、事務の方に今、えー、配属されてや、2年目ですね。 になります。んはい。三人の子さん育てながら、今、消防士として活躍されているってことですね。そうです。もう、あの、親の力を借りて。働いております。いや、でも、さらに、あと制度も使って。そうです。おとたり今日とったりされて、繰り返し。でもやっぱ、戻るとき大変なんじゃないかなと思いますが、やっぱ、事務の仕事に一旦戻らさ。うん、戻れて、なんか、そこで作業しないから、っていうことができるんですね。そうですね。うん、あの、やっぱり、負担がかかりますのは、現場活動というのが、なので、すぐに、あの。 に妊娠した場合は日勤に戻ってえ、ええ、戻あの行かせていただいてであの事務仕事に負担のかからないようにすごく、えー、あの配慮していただいてるのであの3人産むことができましたそういうのがあるからね <laughs> 女性もやっぱ長く消防士としても活躍できるんじゃないかなと思いますがそんな野呂さんが担当されている業務内容業務について教えていただけますかはいい、えー、今今業業業務務務ししててるなんですけれども、えええ 消防本部,本部の消防救急課っていうところで主に私がしているのは救急業務に関わるデータの統計っていうのをやっていまして、えー、毎日数字と戦っています、はい、あとは救命士救急救命士とか救急隊員の,あの再教育とか、えー、常にねあの教育を続けていかないとあのいけないのでその育成にかかる講習とか。 の準備をさせていただいたりしております。はい、あとは、えー、救急車の適正利用の広報とか、うん、応急手当普及啓発っていうのを、あのイベントをしたりとか、うん、そういうののえー、っと企画をしたりしております。うん、はい、おゆうさんがちょっとでもあ消防士かっこいいですね。っていただきました。<laughs> ちょっと緊張されてるんですよね。今日ね、もの,すごくものすごく緊張されてるんですね。<laughs> なかなかない場ですもんね。はいで、そんな野々さん。実はもう質問スペースの方にあの処分し大変なんじゃないかなと思う。中、なぜ消防士を目指されたんですか？って。実は質問いただいてるんですけど、はい、あの消防士を目指された理由野々さんはどんなところにあったんですか？はいえー、元々ですね。あの母が看護師をして。 いたので、ええ、子どもの頃からその医療関係の仕事に就きたいなっていうのはず,ずっと思っていて、うんでまあ、なんとなく思っていたんですけど高校生になってから真剣に考え始めた時にじゃあ,あの医療従事者っていうのはいろんなあの看護師さんだけじゃなくていろんな種類があるんだなっていうのに、えー、を知りまして、ええ、そういうことに知ってでその中で救急救命士っていう資格にすごく興味を持ちまして。であの こう整った環境じゃないところにあの救急車1台で駆けつけてである、ね、そこにあるだけの少ないあの資機材で患者さんを救うっていうそういうところにすごく魅力を感じたのであのそその救急救命士っていう資格が一番活かせる消防士になりたいと思って、ね、消防士を目指しました。 学生時代っていうかそれまでは医療系の勉強なさってたとかそういうことでもなくてそうです看護師にななるのかな自分はって勝手に思ってたんですけどその救急救命士っていう資格を知ってから救急救命士の専門学校にあの2年間ほど通って、えー、資格を取得してからの消防署勤務。あの、えー 採用っていう最初にあの現場に最初に駆けつけて処置するみたいなところに、ね、魅力を感じたとも書いていただいてますけどもう里穂さんも3人もお子さんいながら働かれてる姿尊敬しますとか舞さんも素敵ですといただいていますが <laughs> そんな野呂さんのお仕事風景今日ちょっとお写真を何枚かご用意いただいてますのでご紹介していきますね。はい、まずこちらはは何をされているでですしょうか、はい、えー、と 今はその消防救急課というところですので現場の方の,あの困ってることとかをあのなこんな資機材が今調子悪いんやとかそういうことを、えー、と言われた時にその修理をに出すのも私たちの役目で、うん、ここがこう悪いからあの直してくださいっていうその間の役を私がしたりとかしています、うん、今ちょっとこの。 救急車のモニターを <laughs> あの見ているところですそうですよねあのいざという時に動かなかったりいざという時にこれが使えなかったそうで,すそうですあの困るのでそのための事前準備というかちゃんとじゅしっかり機械が動くように私が直すわけじゃないんですけどあの業者さんにちゃんと直してくださいっていうふうに言ったりする仕事です。うんうん、ちょうど見てる 真剣ですねサニーレタスさんが人材育成や救急車利用の仕方広める仕事確かに必要ですっていただきましたけれどもその救急車と一言で言っても私も一緒だけお世話になったことあるんですが <laughs> あのの乗ってみない乗ってみないとって本当は乗らないのが一番いいんですけど。<laughs> わ分からないところがあるじゃないですか。で,、ね、であのこういったあの点検じゃないですけどチェックなさるっていうのは、うん、まあ現場を知っている方だからこそできるところでもあると思いますけど、うね、こういうものなんだよってことを広めてっていくことも今のお仕事の一環なんですね。そうあ、そうですね。<る>そうですね。それも広報の一つになると思いますね。はい。そしてもう一枚お写真ご用意いただいてますが、はい、これはまた違った小技室か何にこですか。そうですね。あの私が今、えーし 配属されているところが4人なんですね。担当が4人なんです。ええ、で、えっ、ー、とすごく少ない人数で結構な量のあの業務をしていかなきゃいけなくて<ー>で、あの役割がやっぱり分担されているんです。はい、で、それぞれが今どんな状況でど,どんだけ仕事が進んでます。よっていうのをあのたまにこうやって会議をして。 情報共有しないとわからなくなってしまうのであの頻繁に会議をしてあの情報共有しするようにしていますこういう時にも制服着てらっしゃるんですあの常にこの私のつ津市消防本部は、ええ、冬はこの服装でみんなやっていますで現場に行かれる時はまた着替

なんですかね、青いシャツみたいなので、ちょっと現場の方とはやっぱ違うんですね。そうなんです。はい。聞こえと聞こえないですもんね。うもう一枚さらにお写真ご用意いただいて、おこれは何でしょう。あこれですね。これはあの中消防署っていうところのあのとトイレとお風呂と消防署内のそうです女性用のが話したので専用施設ってそうですね。 ここはまだそのちょっと古めなところなんですけど今新しくでき始めてるところはあのもう本当にワンルームみたいなあの住めるぐらいのすごくいい施設を作っていただいたりあの女性が入ってきやすい施設を作っていただいています。着々と作りあの増えてきてきますね、施設が女性用の。 あくまでもなんかこう男性の職場というイメージがとにかく強いんですけれども先ほ、うんうんね、の話にあったりやっぱ徐々に女性消防士の方が増えているからこそこういったものもどん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 整えられてやっぱ違いますか環境は最初に入った頃って平成ですもんね <laughs> そうなんですその時は,そのはまあ今もあるんですけど、うん、あの男性と同じお風呂だしシャワーも、ね、順番なんで別に一緒に入るわけじゃないですのであの同じお風呂で。 施設が整っていなかったのでその本当に倉庫みたいな小さい部屋にベッドを置いてもらって、はい、そ,うですそんな感じでまだまだ整ってない状況だったんですけど、まあ、特にそれが不便だという感じはなかったそれが当たり前だと思ってたので今はすごくありがたいなと思ってます。 はい、だから本当に女性消防署の方が現場での活躍っていう意味でもそうですけれどもご消防署内で過ごすっていう時の設備だったりもどんどん良くなってるよねっていうとこねそうですねなんですねはいありがとうございます,すということでまずは野郎さんのお仕事の様子写真でご用意いただきましたではも,もう一方いらしていただいておりますお隣は奥寺さんです奥寺さんまずは自己紹介からお願いします盛、はいえー、岡地区小池消防組合から参りました奥寺と申しますよろしくお願いいたします 私のキャリアステップとしましては、令和3年4月に採用され、4月から9月末まで半年間消防学校へ入校しました。その後、10月から手話消防署へ勤務しております。まだまだ2年目という短いキャリアステップとなっております。 はいいありがとうございます岩手からね今日ご視聴頂い,いてる方もいらっしゃるかもしれませんけれども先ほどね野呂のののさんが「最初は男性と同じで」なんて言ってる頃の奥寺さんが「えっ?」って顔されてたんですけどやっぱ奥寺さんが入った頃にはもうね,うねもう環境が整っ,いたので整ってる令和3年だとそのタイミングですもんね、はいはい、きっとねありがたいことだなと思ってますではその奥寺さんの業務内容どんなお仕事を担当されてるのか教えてください。はいえー、私は、えー、消防隊として 火災救助その他の災害が発生した場合消防車の隊員として現場へ出動していますその他に通信員として災害発生に伴う各関係機関と連絡調整を行うこともあります通信員って何ですか、えー、手話消防署ですと一人署に残って現場へうんと他の方々上司とかも向かうんですけれどもこう連絡 役場だったりこう現場と役場で連絡を取り合うのではなくて現場と署を通して役場にこう連絡手段として残ってやる仕事です。じゃあほにいろんな機関とのやり取りが消防士の方だけではなくてっていうことなんですね。さ、はいはい、さらには予予防防防係係も担当されてて、はいるとし火や えー、点検票、消防用設備の点検結果報告書というものがありまして、うん、それの審査、審査、えー、あと消防訓練の指導にも携わっております。うーん、なるほど、そうですよね。あの、まあ火事を起こさないことが一番なので、はい、そのためにっていうことで、じゃあ現場にえっ、ー、と火のない現場に行ってということもある。はい っていうこともありますさらにまかないの担当もしてるんですかはいそうです、えー、<laughs> 若手職員とともにですね、うん、えっと私の書では夜ご飯と朝ご飯を作るんですけれども、うん、人数分作っております、うん、人数分作ってらっしゃる、はいはい、ありがとうございますではそんな奥寺さんも書母士なぜ目指したんですかはい、えー、私が目指したきっかけとしては、えー、進路に悩んでた時に、うん、こう実際に火災現場に遭遇することがありまして、えー その時私はもうあぜんと燃えてる建物を見てることしかできなかったんですけれどもうん、うん、その非日常の中で、えー、活動している消防職員の方々の姿を見てこう何かあった時にこう自分も誰かのために動けるようになりたいと思って、えー、消防士を目指しましまたうーん誰かのために誰かの役に立ちたいみたいな思いはお持ちだったんですか、うんもとも とはありましたねはい。それが実際に見た時に実際に見た時、うん、これだな<ー>これを目指そうと思いましたなるほど、はい、ではその奥寺さんにもお仕事風景というかお写真をね何枚かご用意いただいてますのでご紹介いただきますが、はい、まずはあらネギ持ってます <laughs> <laughs> はいこれはですね、えー、あのその日の夜ご飯と朝ご飯を頼んでお店の方が届けてくれるんですけれどもそれをしまう時に撮っていただいた一枚となってます いやネギをすごい真剣な表情で見てますね。<laughs> はい、<laughs> 大事ですもんね。まかない。<laughs> そうです、ね。力をねやっぱ抱えれているもね、はい、すごく大事。でも量,量がすごいですね。そうですね。うん、この日は十人,人分ぐらい,らい、はい、作ってらっしゃる。はい。そしてあれですねえっ、ー、と奥出らさんも野田さんと同じで制服まかない作る時も着てる？作る時もいつどの状況で現場に行くのかわからないので。うんうん いつでもこの格好をしてます。なるほどね、確かにそうですよね。はい、そしてもう一枚お写真ご用意いただいてるんですが、お、一、はい、点楽しそうですね。これはどなたですか？はい、これはこれはですね、<laughs> あの消防学校で同じ班だった人たちとの集合写真の一枚となっております、うん。消防学校で一緒だったってことは皆さんもバラバラ？バラバラですね。岩手県全部のと広、うん、域の 書房が集まっての書房学校でしたので、今は別別のところで仕事をしています。連絡とか取ったりするんですか?。はい、連絡は取ります。え、どどんな連絡するんですか?んうん。そろそろ集まろうとか。<laughs> そういう連絡を。<laughs> そろそろ集まって話そうみたいな。はい、でも、それぞれやっぱ現場も違うし、場所も違うし、岩手だと広いから。はい、そうですね。ねはい。はい あ、仲良さそうでいいですねって発散いただきましたけどね。発裸 <laughs> としてますもんね、笑顔がね。<laughs> はい。ありがとうございます。<laughs> まあ仕事の様子というか、まあ、またちょっとプレベートに近いお写真を <laughs> 奥寺さんにはご用意いただきました。さあ、ではここからはですね、お二人の現役の女性消防士の方も交えて、まあ、 公務員として皆さん働いてらっしゃいますので、働く上でのマナーに関して、ここから藤井先生にあのお話を伺いたいんですが、先輩の女性消防士の方々にも、あの現場のご経験だったり、当時学生時代ご自身はどうだったのか、そこも含めて伺えればと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、藤井先生、そもそもなぜ、はい、身だしなみ、そしてマナーは大切なんでしょうか、はい、改めて学生の皆さんによろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。 えとあのさっき自己紹介でも申し上げましたけれども、あの私は日々、えー、学生の就活ですとか、社会人の,あの主に女性の方を対象としましたキャリアカウンセリングをしております、あのその中で学生からよく受ける相談内容なんですけれども、あのマナーや身だしなみはどうしたらいいんですかというあの、そんなふうに聞かれるんですね、例えばあのコロナ前ですとあの、ノックは何回がいいんですかとか、えー、あるいはお辞儀は何度がいいんですかとか。 あの服装はえどんな形の,あのボタンがどれぐらいかとかねあのこんなふうな相談を受けることがあったんですけれどもあの実はえそこまで細かく気にしなくてもいいかなというのが正直言うと私のえ答えですあのじゃあなぜマナーや身だしなみが大事なのかえ今日はそのあたりをえなんていうんでしょうね型というか型ではなくてあの本質のところをねお話できたらなというふうに思っております、えー、今ねお二人からもいろいろお話がありましたけれどもどうですかねあの非常に こうしっかりと社会人として責任を持ってお仕事をされていらっしゃるそんなご様子が伺えたんじゃないかと思います。あのこれがおそらく、えー、本質にあるところなんじゃないかなとあの今日はねそんなお話をしていきたいというふうに思っております。 であの主に就活の面接時の見出しのマナーについてお話をしますけれどもあの内定が出てもうそれは必要ないということではないということなんですよねあのなので社会人になってから最も必要なことあのなのでそれを面接の時に見られているあのこんなふうにまずは、ね、受け止めていただければというふうに思っております。 えー、つまりは意識なんですね。社会人になると非常に大事なのが一つ一つの意識です。意識というのは人に対してそれから仕事に対してどういう意識姿勢で向き合っているのかどうか、あのここがあの社会人で活躍し続ける上では実は大事なんですね。あのそれによって信頼されるかされないか、あのこのような重要なあのことにつながっていくわけです。はい、では早速なんですけれども。 はい、身だしなみはなぜ必要今お話ししたことも重複しておりますけれどもあの少し、えー、説明をしていきたいと思っております、えー、実はまあ大きく2つあるんですね、えー、就活の時の身だしなみなぜ必要なのか、えー、それはですね相手が安心するからというのがあります安心というのはイコール信頼ですねこの学生さんは、えー、自分たちと一緒に仕事をしていけるんだろうかその安心感を与えるということです つまりもう一つ書かせていただきましたが企業との出会いを大切に考えているという気持ちが伝わるということですね。 なので、あの、さっき申し上げたように、ノックは何回ですか ?2 回、3回という、そういった型通りのことではなくて、もしその時にノックをするんであれば、あの、今日は、あの、出会って嬉しいなという気持ちを持って、えー、丁寧にノックをしていただければ、その気持ちが、えー、伝わるということです。なので、あの、なんでしょうね、こう、2回がいいか3回がいいかとかね、いろんな説があるんですけれども、あの、2回でも3回でも、あの、心を込めてやっていただければ、それは企業に伝わります。 というふうにあの捉えていただければというふうに思っております。あのあのそしてですね、えー、企業側があの見ているところなんですけれども、まあ初めて会うってことはどんな人なのかがわからないわけですね。情報ゼロの状態で会います。その中での唯一の情報、それが皆さんの姿なんですね。はい。えそれから実はもう一つ見出し並みがなぜ必要なのか。これは企業に向けてだけじゃなくて自分自身に向けても。 大事ななポイントなんですねあの自分の自信につながりますあのきちっと丁寧に、えー、一つ一つをこなしていくそれが自分自身の自信になるのではないかなというふうに思っております。ということで今から少しあのお話を進めていきますけれども、えー、身だしなみそれからマナーは企業に向けてそしてあの目の前の人に向けてあと自分自身に向けてこの両方から考えて意識していただけるといいなというふうに思っております。 はい、それでは、いきなりなんですけれども、却下証拠という言葉、ご存知ですかね、ご存知ですか、初めて聞きました。はい、あの、これなんですけれども、あの禅の言葉なんですね、禅語です。玄関の履物を揃えるということですが、しっかりと自分の足元を見つめ、心を込めて丁寧に生くることが大切だという、あの、そんな教え、これが却下証拠ということなんですね。よくあのお寺に行くとですね、えー あの玄関のところにこの言葉が書いてあることがあります。あの建物に入るときにねお家に入るときにあの靴を脱ぎます。そのときに靴を脱いでそしてちょっとひざまずいて揃えて向きを変えてお部屋に入りますよね。あのこのイメージです。でこれ何かというとですね。 えー、入るる前に足元をちゃんと見るってことですねつまり自分が、えー、歩いてきた状態それから今をちゃんと見つめて次に行くというこのステップを指してるわけですねはは急にはできないんですですので日頃から丁寧に過ごしているかどうかそれが瞬時に現れるのでよかったら皆さんが何かどこかの入り口に入る時とか何か次のアクションを起こす時に一旦立ち止まって、えー、丁寧に呼吸をして、えー 一歩踏み出してみる。ちょっとこれをやってみていただくといいかなというふうに思ってます。日頃の行動がマナーに出るというふうに書かせていただいてます。けれども、就活の時に急にはできないんですね。はい、急にはできません。はい、できません。できません。はい、あのぎこちなくなります。右手と右足一緒に出たりします。言葉もそうですよね。 親、ね、も普段なん「やっぱ」んかすげえ」とか言ってると「すごい」という言葉にやっぱすぐに変換ができなく <laughs>、はいってアナウンサーもやっぱりするのでそそううでですすか、はい、そうなんですよだから普段やっぱりどういう言葉を使うかって意識するんですけどでもこの言葉は学生の皆さんやっり皆さん初めて聞きましたという方がチャットですごく多いですし「はい、チョコさんは素敵な言葉ですね」とか「サ、はい、ニーレタスさんは足元から自分が分かるとも言いますね」というふうに持ち、うんはい、ありがとうございます。うん そうなんです何かあったらちょっとこの言葉を思い出していただけるといいなとあの日頃丁寧にぜひ過ごしていただくこれねあの今から意識してやっていっていただきたいなと思っています、はい、はい。では次に行きたいと思っております、えー、マナーを意識すると行動に現れるということでねあの繰り返しにはなりますけれどもあのこの意識というのが相手に伝わるわけですね、うん、つまり あの社会人になると非常に大事なのがさっき申し上げた相手やそれから仕事に対する向き合い方です向き合うというのはえ単なる姿勢ではなくて気持ちなんですねあのおそらく社会人になると皆さんもそうだと思うんですけれどもあのいろんなことが起こりますあの自分の思っていないような出来事がたくさん起こると思うんですねでその時大体焦ります焦るんですけれども焦っていいことはありません。 あの一つ一つ丁寧にこの仕事は何のためにあるのかなとか私のこの行動は次の相手のどんなことにつながるのかなとかこれ全部自分がやったことっていうのが、えー、全てに伝わっていくわけですね。これが社会人なんんですももちろん学生の時も そういった場面はたくさんあると思うんですけれども、より社会人になると一つ一つの自分のアクションとかえ言葉とかこれが周りに影響を与えるあのこんなことがね、えー、あの社会人になると意識していただきたいところなんですね。だからあの大切にするというこの気持ちを就活の時もぜひぜひ意識していただきたいなというふうに思っています。 それからさっき申し上げたように相手のためだけじゃなくて自分のため、えー、マナー意識が必要だよというふうに申し上げましたけれども呼吸や姿勢ががが整ううののでで落ち着いいて行動ができるっていうのがありますあの先ほどの却下証拠,では証拠ではないんですけれども、えー、マナー姿勢これを整えるとですね私たちの軸ができるんですね。うん、ということであの例えば就活の時に緊張する時って呼吸が浅くなることがあります。その時って 姿勢が少しこう前かがみになっていたりとかね焦って呼吸が早くなっていたりとかいろいろ起こるんですよねそうすると、えー、呼吸によって早くなった自分の呼吸によってより焦ってとあの良くないことがいろいろ冷蔵して起こっていくわけなんですねそこで丁寧にということを思い出していただきたいと思います深呼吸です、えー、呼吸とか姿勢をしっかりと整える 相手に対しても、その姿勢を見せると同時に、自分自身にとってもね、それが大事な軸になります。そうすると、落ち着いて行動できるということがあります。あの、落ち着いて行動できるということで、視野が広くなるんですね。焦っている時って、こうキュッと視野が狭くなる。あの社会人でもそういうこといっぱいあるんですね。あるんですけれども、あの学生の皆さんなんて、特にね、あの、今まであの見たことのないような、そういう状況で面接を受けなきゃいけないだとか、ましてや見られているとかと思うと焦ると思うんです。 そんな時にね、あのちょっと一呼吸、姿勢正して、えー、息を整えて、ま、えー、っすぐ前を向いて、えー、そして何のために私はここにいるのか、そしてえ相手にどんな影響を与えるのか、この辺りをゆっくりゆっくり考えていくと、あの一つ一つの行動につながっていくんじゃないかなというふうに思っています。まあ、そんなことをね、私が口で言っても、多分焦る時は焦ると思うんです。だから、なんかちょっとでもね、えー、本番の時に思い出していただくといいなと思っていろいろ伝えております。 では続きましてオンライン就活での身だしなみとマナーということなんですがあのー、どうなんでしょう面接オンラインオンラインでしたラインで面接はということですね、あのー、じゃあ、あのー、オンラインでのそういった面接はない今後もないかもしれない。 うんうんはい、ありがとうございますあの、えー、これからのね、えー、状況オンラインでの就活ということも増えていくと思いますで、えー、今回のね、えー、皆様のお話からですとオンラインでの面接の経験はないということだったんですけれどもあの実際にいつどのタイミングでオンライン就活になるかというのは分かりませんあのですので今日は少し、えー、そのオンライン就活上での身だしなみとマナーについても触れておきたいと思っております、えー、オンンライン就活だと どこを見られるかって言ったら、今私がこう出てるこの状態ですよね。この状態を見られることになります。うんえー、足元とかね、あのその部分がちょっとね、お見せできないみたいなあのそんな感じですよね。うんえー、そこであのー、見られている部分と見られていない部分がこうやって出てくるわけなんですけれども、えー、頭の先から足の先まで意識する。 あのこれをね意識していただきたいなというふうに思っております。あの見られている部分だけではなくて、頭の先から足の先まで、えー、これもちょっと意識を向けていただくと、その足先の、えー、意識しているところがきちんと上半身に現れます。現れます。あのバランスが大事なんですね。うん、なので、えー、そんなこともね意識していただきたいなと思っております。ただ一方を見られている範囲が少ない分、より気をつけたいところは襟元、髪型などの清潔感。 あのよくあの就活に入るとね清潔感という言葉を言われるんですね。えー、何かににつけて清潔感という,ふうに言われますあのなのでこうマナーというよりは相手が見て、えー、不快に感じないか、えー、ここが、ね、ポイントです一緒に働きたい、えー、この人だったら大丈夫安心して任せられる社会人としてすでに、えーね、スタンスができているこんなふうに思われるためには清潔感意外と大事なんですね。でですので、えー まあね、一点集中じゃないですけれどもここから上に目線がいき,いきますのでえ面接官の方にはねなのであのちょっとそこはね気をつけていただきたいなというふうに思っておりますあのそこで書かせていただいたように襟元とかあと髪型とかあのこういったところの清潔感をあの心がけてみてくださいあとそれからねお化粧のこともよく聞かれることがありますであの今日はあのお時間的にはそこは詳しくお話ししないですけれどもあのどうしてもお化粧の仕方がわからない、えー、特にね えー、私がちょっと意識していただきたいなと思ってるのが、まあ、そんなにこうしっかりと塗る必要はないんですけれどもあの眉毛はねあの割とこうなんでしょう,こう表情を伝える上で大事な部分だったりするのであのここはね私はあの綺麗に自分の表情を作っといていただきたいなというふうに思っております。あのですがちょっと今日はねそこは割愛させていただきますのでよかったらそういった専門家にレクチャーを受けるなどもおすすめポイントかなというふうに思っています。うん、サニーレタスささんががお化粧の濃さに気をつける話、うんうんまあ、有名どころですが <laughs> はい、襟元の話初めて知りりまましたた、うん、ってよかでですすすああががとうございますこれも、ね、よく質問があるんですねあのボタンはいくつまであの外した方がいいかとかね、うん、全部上まで締めなきゃいけないかとかねあのそういったことを聞かれるんですけれどもあの実はあまりそこも、ね、気にしなくてもいいかもしれませんただ顔をすっきり見せたかったら少し襟元はね開、えー、いてた方がいいかもしれないあのがっつり開いてるということではなくてそれだとこの逆清潔感の逆になってしまいますのであの清潔感を意識したような。 空具合そこに別にネックレスとかしていただいいて全然大丈夫だと思からあれですよね胸元が空いてたからその会社に入れなかったとか胸元詰まってたからこの会社に入れなかったってそこじゃないんですよあくまでも面接官の方に対する印象なのでそこが理由でその会社の面接がダメだったってことにはつながらないんだけどどうしてもそっちに学生の皆さん意識がいくのでこういうふうに気をつけていきましょうねっていうところで大事なのは清潔感だよねって部分なんですよね。 なので自分で迷う部分もあると思うんですけれども、うん、自分はこれでいくって決めたらもう迷わなくていいですあのなので、ね、迷っちゃうとあれこ,れこれが今日が良くなかったかなとか、ね、いろいろブレが生じてしまいますのでこれでいくっていうふうに決めたら全然あの気にしなくていいかなというふうに夏木さんが個人的に普段の化粧が濃いので。 調整が難しいです。いただきましたけど。<laughs> はいはいわかります。うん、<laughs> 一回濃くするとねどこまで薄くしていいかとか分からなくなっちゃうんですよねあのわかりますよ。うんうん、でも逆にあの、はい、濃いって分かってるなら、うん、ちょっとチークを薄く塗ってみるとか、うん、色味のないアイシャドウにして、うん、まあ色味のあるアイシャドウだからダメってことでも私はないとは思うんですけれども、うんうん、注意できるかなっていう部分でもありますもんね。はい、そうですね。うん そう本当にね女性はあの化粧のこと、ね、悩みますよね,すよね学生の時の化粧とね社会人とちょっと変えなきゃいけないみたいなね、はいえー、心配があるかと思います。うんはい そして見た目だけではなく声のトーンも大事、うん、はいそうですねあの声のトーン顔の表情もより意識していただきたいなと思ってます、うん、繰り返しになりますけれども見られるのがここから上という情報なのであのそこで提供できるというかねあのね相手に伝えられるのが声のトーンと顔の表情ですよねで顔の表情は特にオンラインの場合はあの少し大げさにはっきりと動かしていただくといいかなというふうに思ってますで実は私もあの普段よりはちょっとね顔の表情をあの大きく 動かすようにしてるんですね、えー、研修とか講演の時もそのようにしてるんですけれどもあの相手に、えー 意図的に伝わりやすいようにするっていうのも画面上必要な行動かもしれませんあと声の等なんですけれども特に女性の方は、えー、若干低めにゆっくりお話しいただくと落ち着いた人に見られるかもしれません落ち着いた、えー、人ということでつまりは相手に対して安安心感安定感感定信頼感を与えるとというこですね、えー、少しこの辺りもねあの練習してみていただくといいかなというふうに思っております。 あのということで身だしなみとマナーは相手への入る思いやりあのこれをねあのぜひ忘れないでいただきたいなと思っておりますは,いはい、藤井さんありがとうございますで今日は現役の女性消防士の方にもいらしていただいてますので、まあ、現場ではどうだったのかなとかそういう話ぜひ伺いたいんですけど野々、うん、さんどうですか実際こう現場に出られてそれこそ誰の目につくかわからない,という部分でもあるかと思いますが救急もそうですね。もそ,そういった時なんか意識されてることとかっておありですかあの 私救急隊員として出動することが多か,多い<い>多かったので<い>その救急隊って、まあ、今コロナ禍でみんなマスクしてますけど、うん、救急隊は常にマスクしてヘルメットをかぶって見えるところがここしかないので、うん、ここであの目で結構あの表情を作るっていうか患者さんに何か伝える時でも、うん、目でこう表情を作るように。 心がけてはいいましした、ねうん、目を優くくするとか見にくいやっぱり口元がないとすごく表情って伝わりにくいんで、はい、それをちょっと目で何かこう伝わりやすい練習をこう鏡でしてみたりとか、うん、あんまりき,、ね、きつい目してても患者さんも心配すると思うので、うん、優しく接するために目で表情を作る。うん 練習はしたりしてましたたりてま確かに鏡で見るっていいですよね学生の皆さんそれならできるじゃないですか、うんうん、で,す、ね、でオンラインになった時にも自分がどう映るのかみたいなところ多分皆さんも初めて今日オンラインで自分ってこうやってカメラで映ってるんだみたいな確認されてると思いますけど <laughs> 鏡見ての練習ってできますもんねどう見えてるのかみたいなも、ねうん、うん、そうですね、はいはい、奥寺さんはどうでしょうか令和3年ですからまだちょっと学生の気持ちがわかるんじゃないかなって思うところもあるんですけど、はい、ご自身が学生時代 なんか採用活動か就職活動をしている中で、はい、ここは意識してたなとかっていう部分ありますか意識してたことは、ねえー、やはり清潔感ですね<ー>、はい、清潔感で第一印象決まると思っていたので、えーまあ、身だしなみをちゃんとすることと、うん、あとスーツで採用試験に行きますのでスーツのシワやあと靴も見られていると思っていたので靴磨きをしてから行きましたええー、ちゃんとするってどういうことですか ちゃんとししていきましたのその靴磨きとかスーツのシワはそうだと思うんですけど、はい、ご自身の,その人から見られているっていう意味では、うん、髪型ととかかメイクとかも意識されてましたそうですねもうメイクはあの専門学校の時にえ専門の方に教えていただいたので<ー>そ,のそれはその通りやっていったんですけれども<ー>こう消防というあの仕事ですので、うん、挨拶や言葉遣いあと元気よく。 ということを意識ししてました確かに、はい、なんか私ね布施さんに冒頭自己紹介いただいた時にやはり声が通りますねって言ってしまいましたけれどもやっぱりはきはきとお話になるっていうイメージとか印象が強いので、はい、そのど導入みたいなところじゃないですか初めましてのところ、はい、そこはやっぱはきはきと。はきはきと大きい声でちゃんと自分の気持ちを伝えれるように目を見て話すように意識してました。うん、なるほど そして、奥寺さん、消防学校にも入りましたよね。はい、学校ではどうなんですか。何かこういうこと意識してくださいねみたいなことって教わったりするんですか。学校では、あの、服のしわ、アイロンがけや、あとや、やはり靴磨きですね。自分の装備品をちゃんと。えー、とあの、整えておくということを教わりましたので、うん、あと靴には。この、その人の本質というものが現れると学びましたので、えー、そこをちゃんと意識して。 足元やっぱり大事なんですね。大事ってことなんですね。うん、やっぱりそれを大事にしていかなきゃいけないよって、まずは学校で学ぶ。はい。学びました。で、やっぱ現場に出てもそう思いますか。そう思います、ね。はい。なるほど。はい、ありがとうございます。実際にね、公務員として働かれているお二方から、現場、そして学生時代。で、学校でどんなことを学んだのかも伺ったんですが。 で、藤井さんまあ、オンラインの就活もそうですけれども、うんうん、学生の皆さん事前にチェックできるポイントってありますよね。うん、はい、うん。はい、ではこちらでご紹介いたします。事前のチェックポイントです。何度も申し上げますが、あの方をね。今書いてますけれども、あの本質を理解した上で、えー、行動に移していただきたいと思っております。えっ、ー、と1つ目が鏡の前で全身チェックですね。今おっしゃっていただきました。けれども、あのシワを伸ばすなんていうのも大事です。ブラウスシャツの襟汚れ、スカートのシワ。これチェックしてみてください。 それからお辞儀や話をした時に髪が気にならないかどうかということですね。えー、下を向いた時きに、えー、髪の毛がこうバサッと降りて、それをこう手でかき上げるのってどうなんだろうと思いながら、えー、ねこのままの状態っていうあのなんかそんな方もねお会いしたことがありますので、えー、ピンで止めるなどあのそのあたりを意識していただくといいかなと思っております。それから、えー、オンラインの場合のねお話ですね。インターネットの接続に問題がないか。 ということでもう今時の,あの面接対策にになななるんじゃいいかなというふうに思っておりますあの意外とこれがつながらないと焦りになりますよね。なのでえ少し早めに、えー、ということでね4番目にありますが面接などの開始時間の10分前に準備ができているかオンラインでもそれから実際のえ対面の面接でもあのこの辺り早め早めの時間の準備というのが心の余裕につながります。 えそして手元にノートなど筆記用具を準備ということですね。あの面接中にあのメモを取っていただくのは全く問題ありません。えー、慌てて、えー、カバンから出すなどがないように、えー、最初に手元に用意しておく。これもね心の余裕につながります。 えでは最後ですからがこれはオンラインに関するチェックポイントですね周囲は静かな環境かということですあのこれもあの相手に対しての礼儀もそうなんですけれども自分自身が慌てないためにもこのあたりの環境もちゃんと整えた上で受けていただきたいなと思っております。 はい、ありがとうございます。と、ここまで藤井さんにマナーとか身だしなみ、ここ気をつけてのポイントを伺いました。さあ、ではですね、質疑応答の前に、今後、あの、ウェブセミナーというのをまた再び、えっと、消防庁のセミナーがございますので、先にイベントのご案内だけさ,させていただきますね。えっと、マイナビ TV、今日と同じような形なんですけれども、来年ですね、来月1月10日の火曜日に、総務省消防庁のマイナビ TV を開催いたします。19時から午後7時からの開催で、今日と同じようにオンラインでの開催です。で マが違ってきててきいまして公務員志望の方は必見改めて考える公務員そして消防士という働き方をテーマにまた再び現役女性消防士の方にご登場いただき現場の声を伺っていきますで消防士の仕事全般についてのご紹介とさらには東京アカデミーの講師の方にもご登場いただきますので、まあ、試験のこととかいろいろ悩まれてる方いらっしゃるかもしれませんが就活に関しての進め方こちらも伝授しますと書いてありますのでぜひ来月10日のマイナビ TV 総務省消防庁のマイナビ TV の ご参加もお待ちしておりますご予約絶賛受付中ですさあそして不瀬さん消防庁が主催するイベントもあるんですよねはいそうですね、えー、私からファンデインターンシップ、えー、職業体験イベントの方を紹介させていただきます、えー、消防庁ではこれから社会人となる女子学生等を対象に消防という仕事の魅力ややりがい、えー、消防の世界での女性の活躍について知ってもらうため職業体験イベントを開催いたします 日時につきましては現在スライドに表示されておりますとり、令和5年2月11日土曜日、こちらは対面で行います東京の会場にて、女性消防士による講演やパネルディスカッション、東京消防庁の消防署見学会、15消防本部が部を出展し、各消防本部の魅力を紹介していきます。 イベントの参加、消防署見学の参加につきましては、事前予約制となっておりますので、こちら QR コードからマイナビ2024のサイトへご予約をお願いします。続きまして、オンラインのイベントの紹介になります。えー、こちら、2月18日土曜日、オンラインにて職業体験イベントを開催いたします。先ほどの東京会場、こちら遠くて行けないよという方には、こちらがおすすめとなっております。 女性消防士に直接お悩み相談ができる女性消防士座談会を開催し、また女性消防士による業務紹介、パネルディスカッション等を行います。盛りだくさんの内容となっておりますので、ぜひご参加ください。以上で紹介終了になります。はい、福瀬さんありがとうございます。今ね、皆さん、えっと青色の企業情報はこちらというバナーが出ているかと思うんですが、そちらからね、こちらのイベントのご予約も進んでいただくことできますので、ぜひそちらをクリックしてご予約ください。 さあではここからの残りのお時間は質疑応答のお時間とさせていただきますあのスライドの方は職業体験イベントを交互に出させていただきますのでぜひ参考にしていただけたらと思いますではですねもうすでにたくさんご質問いただいてまして皆さんありがとうございます質問スペースの方からちょっとピックアップをさせていただきますがまずですね現役の女性消防士の方にご質問をいくつかいただいておりますえっと消防士として働かれていて やりがいを感じる場面はありますかというご質問なんですが、野呂さん奥寺さんそれぞれ伺えればと思います。では野呂さんから教えてください。はい。やりがいは。またちょっと救急の救急室業務の中の話になってしまうんですけれども。単純にあの。ありがとうってよく言われる仕事なんですね。 なののでその言われるたびにやっぱやっててよかったなって思うのとあとお子さんなんかはちょっとやっぱり女の人の方が安心するのかあのすごくあの抱っこしたりとかしてもこう安心してこう連れてき連れあのなん抱っこさせてくれるというか私,私が抱っこした時も泣かずについてきてくれたりとかそういうのがあった時にあ自分がやっててよかったなって 思う時はあありりますうん、うん、ありがとうございますすでさんどうか現場に行くだけではなくてこう事務仕事でも、あのー、ここに住んでいる住民の方々をこう支えていく仕事に携わっていると自覚することがあるのでその一つ一つの仕事を大切にしてやっていけることがやりがいだなと感じております。 ありがとうございます。ではどんどんいただいてますのでご質お答えいただければと思いますが、あこちらお伺いましょうかね。やはり男性が多い職場働く場所ということで困ったこととかっていうのはありましたか。逆に女性だからっていうことはありますか。というご質問いくつかいただいてるんですけれどもどうですか。実際に野呂さんの消防署は男性の割合の方が多い。あそうですね。うんそうですそうですかご自身働かれててやっぱ女性だからみたいなところ感じますか。 基本的にはやっぱり男性と同じことをしなければいけないのでそのつもりではいるんですけどやっぱりこう体力とかあの力の面ではどうしても衰えてしまうというかあの男性に比べたらっていうところがあるのでそういうところで何か 申し訳ないなっていうふうな気持ちになることはありますけど、<ー>ただ周りの男性職員なんかはやっぱそういう消防っていう仕事を選んだ方たちなので、すごい優しくて<ー>私に対してもすごくあの親切にしてくれるので、あのとても気分よく仕事してます。<laughs> はい。奥寺さんどうでしょうか。はい。野、え、良、ー、さんと被ってしまうところもあるんですけれども、<ー>やはり体力とか力ではあの迷惑かけてしまって なって思うところがあるんですけれども困,困ることも特になくこう男性の方より腕が細いのでこ細い狭いところに腕が入ったりするなどあ私だからできたことだったのかなって思ったりすることもあるのでそこで女性男性どちらも協力していける職場なのかなと感じました。はい、ありがとうございます あとこちらも伺いましょうかね。医療系の学部ご出身じゃなくても消防士として活躍されている方いらっしゃいますかということでちなみに野呂さんはまあ専門学校時代学ばれてました、はい、おさんっていう学生時代は私は高校を卒業してからあの公務員の専門学校に行きましたのであの医療系の学校には全く通っていませんでした布施、はい、さんどうでしょうか そうですね,ですね消防士あの、先ほど私も説明させていただきましたけど消防士の職業というのは救急隊だけでもなくあの消防隊、救助隊あとはあの毎日勤務の,あの普通のサラリーマンみたいに働くんですがそちらの方々はあの福利厚生とか人事とかそういうのを扱っておりますのでその現場で働く消防士さんの縁の下の力持ちというんですかねそういうあの仕事をやっている方もいますので必ずしも医療系の学校出てないといけないというわけではないです。あのいろんな 活躍する場所がありますので、いろんな方々が消防士になれるのではないかと私は考えております。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、あとですね。ご質問いただいているのがあ、やっぱり体力がないと難しい仕事ですか？これはどうでしょうか？実際現場にいらしてま先ほどね。女性だからできることってあるとおっしゃってました。けれども、体力の面とかはどうですか？体力はないと難しいまあ。現場の場合は体力がないとやっぱり難しいですし。うんうん、あの 持久力が必要となってきますでやっぱ力がないから仕方ないじゃなくてそれなりにやっぱ努力はしなければいけないですのであの現場に消防、うん、と現場に出動する消防士の人はやっぱり 体力は必要でた、ね、だからやっぱり普段から訓練されてるなというね、印象は、うん、イメージはすごくありますはいありがとうございますと、まだまだたくさんご質問いただいているんですが、申し訳ありません、質疑応答のお時間はここまでとさせていただきますあの、来年1月10日にもまたマイナビ TV 開催いたしますので、皆様からのご質問、お待ちしております。 では最後になりますここまでご参加いただいた皆さんにお一方ずつメッセージをいただければと思いますではまずは講師の藤井さんからお願いしますはい、はい、今日はどうもありがとうございましたあの皆さん今日いろんな情報を得られたかと思いますのであのたくさん参考にして、えー、ぜひぜひいい就活をしてくださいありがとうございましたありがとうございますでは現役の女性消防士まずは奥寺さんお願いしますはい 就職活動を緊張することや不安なことがたくさんあると思いますけれども、えー、自分の思いをちゃんと伝えれるように最後まで諦めずに頑張ってください。ありがとうございいいまますすでは続いて野さんお願し今はね不安とか焦りでいっぱいだと思うんですけど、えー、今悔い,ない、ね、悔いがないように頑張ることが10年先20年先の未来につながる。 と思いますので、少し遠回りをしてでもあの悔いのない就活を続けてほしいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。では伏せさんお願いします。はい。消防の世界と言いますと男性がメインの職場と思われておりますが、現時点五千名を五千三百人を超える女性消防士がさまざまな業務で活躍しています、えー。大切な人や街を守りたいというそういった強い思いを持っていれば。 年齢や性別に関わらず、自分らしさを活かして活躍していけると、そこがあの消防のいいところだと私は思っております。消防の世界で新しい自分を見つけてみるのはいかがでしょうか皆さんと一緒に働けることを楽しみにしています。本日はありがとうございました。ありがとうございました。 そして学生の皆さん来年の1月10日のマイナビ TV 総務省消防庁のマイナビ TV のご参加もお待ちしております。ということで以上で総務省消防庁のマイナビ TV は終了とさせていただきます。最後までご参加いただいた皆さん本当にありがとうございました。そして貴重なお話をいただいた視聴者の皆さんここまでありがとうございました。では最後はカメラに手を振って皆さんとお別れしましょう。せーの、さよなら